既実家で同居していた一致夫婦に、突然家から出て行けと怒鳴るとめ。その理由は、義兄が都心にオクションを購入し、とめはそちらに移住する計画を練っていたからだった。突然家をなくした一致夫婦は、途方に暮れるが、なけなしの貯金を使い、引っ越しを余儀なくされた。オクションに住んでいて幸せなはずのとめだが、5年後、鬼の形相で一致夫婦の前に現れた。しかし、一致夫婦は一切相手にせず、無視し続けた結果、とんでもない事態に。オクションを買った義兄に寄生する姑。5年後、鬼の形相で現れたとめを無視した結果、私は、30歳の会社員。結婚して2年目になる夫がいる。夫は同い年の会社員で、子供はいない。夫とは、共通の友人が開催したバーベキューで知り合った。最初はみんなでワイワイ話してたんだけど、私がお肉を焼いているところへやってきた夫が。手慣れているね。俺は不器用だから、尊敬するよ。そんなことないよ。バーベキューなんて、人生で一回しかしたことないし。そんなやりとりをしているうちに、自然と距離が近くなって、気がついたら付き合ってた。それだけ、夫とは気があったということだね。3年くらい交際期間を経て、結婚した。夫とはすごく仲が良くて、夫婦関係は全く問題なし。だけど、結婚した直後、宇都がこの世からいなくなってしまった。もともと持病があったらしく、急に悪化したことで帰らぬ人になってしまった。ちょうど、夫と新居であるマンションを契約するため、不動産業者とやり取りをしている時だった。宇都が亡くなったことで憔悴しきっていたとめは、うちで一緒に暮らさない。家賃もかからないし、節約になるわよ。と、義実家での同居を提案してきて、素直にいいアイディアだと思ったんだよね。これから子供が生まれるかもしれないし、しっかり貯金しておくべきだよね。夫と話し合った結果、しばらくの間、義実家で同居することになった。同居している間に、お金を貯めて、新築を建てようと計画してた。とめとは数回しか会ったことがなかったけど、物腰が柔らかくて、優しい印象だった。同居となると、お互い気を使うけど、とめとならうまくやれると思ったんだよね。一緒に住んでくれてありがとう。一人でいるのは寂しいものよ。あなたたちは、私を救ってくれたの。感謝してもしきれないわ。そう言いながら、宇都の写真を見つめるとめ。宇都がいなくなって、相当へこんでたんだよね。私たちが一緒に住むことで、とめが元気になるならよかった。とめは家事をする気にもならないみたいで、私が代わりに家のことをやってた。これが多分間違いだったんだろうね。2ヶ月くらい経ってから、とめは徐々に元気を取り戻したんだけど、取り戻しすぎちゃったみたい。お腹が空いたんだけど、ご飯はまだかしら？今日は、中華が食べたい気分なの。エビチリとかできる？と、まるで私を家政婦扱いしてきたんだよね。油断していたな。と反省したんだけど、今更同居解消なんて、簡単にはできないから、いつも夫と作戦を練ってた。家事を分担制にするとかどう？当番が決まっていれば、こっちも強気で言えるし。と、夫が提案してきたから、一旦、その作戦で行くことに決めた。さすがに、食事の当番の日なら、私に作れなんて言えないよね。いよいよ、とめが当番の日になり、ドキドキしながら家に帰ってみると、とめはリビングでテレビを見てたんだよね。ご飯の準備をしている気配もないし、これからする様子もない。今日はお母さんの当番でしたねー。ご飯はこれから準備する感じですか？と、わざととめに質問してみると。当番って何のことかしら？気がついた人がやればいいと思うの。当番制だなんてバカバカしい。そう言いながら、とめは全く動く気配なし。計画は失敗に終わり、次の作戦をどうするか、再度夫と練り直し。次は、食事は私たちが準備して、家の掃除をとめにお願いする作戦。正直、うまくいかないだろうな。と思いながらも、とめに提案してみると。あなたね。私に差し出するなんて、100年早いのよ。嫁は黙って家事をして、姑を支えるものじゃないの？と、真顔で反論してきた。私は、何も言い返す気になれず、そうですか。それしか言えなかった。しばらく悩んでいた私たちは、義実家に住ませてもらっているわけだから、黙って家事をして、とめが何も文句を言えない状況を作ることにした。とはいえ、光熱費は夫が支払っていて、食費はほとんど私が払っている。だから、とめは年金をほとんど、自分の趣味に使ってるんだよね。とめの趣味っていうのは、ネット通販。最近スマホを買ってから、ネット通販のやり方を覚えたとめは、見たら買ってしまうらしい。毎日のように、宅配便が届き、家はとめの買った段ボールで溢れてる。多分、買ったことすら覚えていないものも、たくさんあると思う。これからしばらく、義実家に住み続けるわけだから、家事のことと、お金のことはきっちりしなきゃ。夫とはいつもどうしようか相談するんだけど、
結局結論が出ないままになってた。お金のことに関しては、家という場所を提供してやってるんだから、生活費ぐらい出して当然。という考え方だから、何を言っても無駄なんだよね。最初にちゃんと決めておけばよかったじゃん。って思うかもしれないけど、うとうなくしたばかりのトメは、話すのもやっとという状態。どうしても、お金の話なんてできなかった。トメの演技だったのかもしれないけど、私たち夫婦の計画は全て失敗に終わり、おとなしくお金を貯めて、早く義実家を出ると決意。どんな態度だったとしても、お金のことはきっちりしておくべきだったな。もう元気になったなら、早く出ていけばいいのに。貯金なんて言ってる場合じゃないでしょ。賃貸でもいいから引っ越せばいいのに。そうだよね。どうして、踏み切れなかったんだろう。仕事でバタバタしているのもあって、引っ越しに手が回らなかったんだよね。まあ、言い訳なんだけど。ただ、同居を始めてから、3ヶ月くらい経った時に。私出ていくから。この家はもう売った。お前たちも出ていけ。と、いきなりトメは、私たちを追い出し、義実家は売る手続き済みだと言い放った。引っ越しは検討中だったけど、急に言われても困るよ。夫はガチギレしちゃって。いきなり出ていけなんて、どういうことだよ。そもそも、母さんが同居しようと言ったんだろ。そんなこと言ったかしら？私はこれからセレブの仲間入りなんだから、あんたたちのような庶民を、相手にしている時間なんてないの。と言って、トメはニヤついてた。セレブと言った理由は、オクションに住むことになっているからだった。夫には一人兄がいるんだけど、最近、景気がいいからオクションを買ったんだって。それが、トメとどう関係するのか、最初は理解できなかったんだけど、どうやら、トメは義兄のオクションに、移り住む予定らしい。トメがどこに住もうとどうでもいいけど、私たちの家がなくなってしまうのは困る。ただ、義実家の名義はトメだから、私たちにはどうすることもできない。引っ越すしか選択肢がなくなり、急いで不動産屋に行き契約したものの、腑に落ちない気持ちもあった。トメの言いなりになるなんて、許せない。だけど、夫は大人な対応をしようと、トメの復讐計画には乗ってくれなかった。何を言っても無駄だよ。自分たちがイライラするだけだから。そうだけど。でも、やられっぱなしじゃムカつくじゃん。何を言っても、夫は聞く耳を持ってくれず、結局トメの言いなりになる形になった。最短で引っ越しの手配を済ませ、トメには何も言わず、義実家を出た。義兄とは結婚式以来会ったことがなく、連絡を取ることもない。義兄に事情をバラして、オクションに済ませないよう手を回そうかな。義実家を売り払った今、義兄に追い出されてしまったらトメは困るはず。でも、夫に止められたんだよね。そんなことしたって意味がないよ。きっと自滅するから、大丈夫。どうしてそう言い切れるの？何もしないなんてやっぱり無理だよ。いいから。一致が手を汚す必要ないんだよ。と、夫は何か考えがあるのか、私のことを冷静に止めた。それから、新居への引っ越しでバタバタしていて、トメのことなんて考えなくなっていた。確かに、夫の言う通り、復讐なんかに時間を使っても無駄だよね。私たちが幸せに生きていけばいいだけ。トメなんて、もうどうでもいい。それから5年の月日が経ち、完全にトメに家から追い出されたことなんて、一切記憶から消えていた。義実家を出てから間もなく、私の妊娠が発覚して、その時は家族が増えてた。息子が一人生まれて、もう3歳になったんだ。子供の成長は、本当に早いよね。でも、日々すくすく育っていく姿を見ていると、感慨深いものがある。こうして大きくなっていって、いつかお嫁さんをもらって、そんなことを考えて、勝手に寂しくなったりね。トメのことなんて、考える時間もなかったんだよね。だけど、ある日、突然トメが家に突してきた。お前の仕業か。そうある女。私が幸せになることが許せなかったんだろ。と、いきなりガチギレモード。どうしたんですか？息子が寝ているので、静かにしてくださいよ。ちょうど、息子が寝てくれて、一息ついたと思ったら、トメの登場かよ。しかも、怒っている理由もわからないし、とりあえず追い返そうと必死だった。さすがに身内だから、通報するほどでもないかな。何もかもバレちゃったの。高級マンションでの暮らしは最高だったのに、あんたのせいで全てが見るのあら。責任取って、ここで私を養ってちょうだい。え、話が見えないんですけど、私のせいってどういうことですか？いきなり現れたかと思ったら、私のせいで追い出されたなんて、意味不明。不思議に思う気持ちもあったけど、いい気味だよね。自分のしたことが返ってきただけじゃん。つい、笑っちゃった。何がおかしいのよ。困っているのに。あんたは家族でしょ？助けなさいよ。だから、意味がわかりません。いきなり何の話ですか？というと、トメはこの5年間の出来事を話し始めた。
義実家を売り払い、義兄のマンションに住み始めたとめ。だけど、義兄のマンションでは、家事をすべて押し付けられ、家政婦状態だった。不満に思ったとめが、私は家事をするために住んでいるわけがない。あなたも少しは手伝ってよ。私も息子でしょ。と言ったところ、ただで済ませてやってるんだから、家事をして当然だろ。気に入らないなら出て行け。と、義兄に言い放たれ、とめは従うしかなかった。5年間も耐えてきたのに、母さんをここに住まわせた理由は、弟たちにひどい態度をとっていたからだ。と、義兄に言われたらしく、切れて家を飛び出したとのこと。多分、私が義兄に、義実家での出来事をバラしたと思ったみたい。違うのにな。そんな話をしていると、義兄が現れた。やっぱりこの家にいたのか。一致さんたちに迷惑をかけるな。え、どういうことですか？どうしてここに？私たちの住んでいる家の場所は知らせていたけど、義兄とトメが家に来たのは初めてだった。5年間も、改心させようと努力してきた。その努力が水の泡だ。努力って何よ。私を家政婦扱いしていただけじゃない。おまけに、この女の言うことを信じて、私のことを悪く言うなんて許せないわ。トメと義兄が言い合いになり、声のボリュームがさらに大きくなっていった。ついに、寝ていた息子が起きてしまい、私は息子の元へと走った。その間も、トメと義兄はバトル。トメが怒る理由はわかるけど、義兄がトメを責める理由は理解できなかった。義兄と話した記憶もないし、トメのことをバラすのは、夫に止められた。息子を抱え、トメと義兄の元へ戻ると、言い合いの真相が明らかになった。え、話が全然見えないんだけど。トメと義兄は仲がいいわけじゃないんだな。義兄はトメのことを嫌ってたのに、一緒に住むなんて根性ある。結局、真相は何なの？早く結末を教えてくれ。結局、義兄は全て知ってたんだよね。私は、もちろん言ってない。なんと、私のことは止めていた夫は、義兄と裏で結託してたみたい。夫は、義実家での出来事を、いつも義兄に相談してたらしいんだけど、二人の間で、止めを改心させるため、計画を練っていた。まず、義兄は裕福な暮らしぶりを、止めにアピールした。俺は、一人暮らしだから、3LDK の部屋を持て余しちゃうな。なあ、私もそこに住もうかしら。ちょうど、家を売り払おうと思ってたの。タイミングがいいわ。真面目に生きていたらいいことあるのね。と、トメは売るつもりなんてないのに、義兄の奥ションに住みたい一心で、嘘をついた。義兄は嘘だということを知っていながら。そうしてくれたら助かるな。俺、家事とか全くできないから。嫁もいないし、母さんが住んでくれたら助かるよ。と、トメを義兄の奥ションに移住させた。そこで、トメを改心させる計画だったらしい。私たちが受けた仕打ちを、トメにやり返すという、子供じみた方法だけど、結果的に、トメは改心できずに、逃げ出したから、二人の計画は失敗。トメは義兄の元から逃げ出し、私の家へやってきたけど、助けるつもりなんて一切ない。私はお母さんに追い出された身ですから、ここで一緒に暮らす気なんてないですよ。それに、今はこうして息子もいますし、穏やかに暮らしていきたいんですよ。というと、トメは顔を真っ赤にして、怒鳴ってきた。私がその子の面倒を見るわよ。だから、助けてちょうだい。住むところがないの。また、関係構築していけばいいじゃない。もうその手には乗りませんから。最初は都合のいいことばかり言って、結局、何もしないってオチでしょ？うるさい。あんたは私より下なの。私の言うことは絶対、従うしかないのよ。え、何を言い出すんだろう。もう、呆れて言葉も出なかったよ。義兄は隣でクスクス笑ってた。もうその辺にしておけよ。みっともないぞ。私の味方をしろ。あんたは血のつながった息子だろ。ギャンギャン怒鳴っているトメを見て、息子が泣き出してしまうし、通りすがりのご近所さんには、白い目で見られるし、もう最悪だった。義兄が起点を聞かせてくれて、そのままトメを強制連行。その後、トメは行く当てもなく、親戚や友人の家を回ったみたいだけど、誰一人トメのことを助ける人はいなかった。義兄の奥ションに住むことを、周囲に自慢して回っていたらしく、周りからヤバい人認定されてしまったみたい。関わるとろくなことがないと思われ、みんな相手にしなかったんだって。ちなみに、夫は義兄のことを内緒にしていて、私には一切何も教えてくれていなかった。義実家からトメに追い出された時、妙に冷静だったことが不思議だったんだけど、やっと腑に落ちた。今まで隠していてごめんね。俺と兄さんは血が繋がった家族だから、俺たちで、なんとか母さんを改心させたかった。でも、言ってくれたらよかったのに。どうして黙ってたの？もし、一致も味方だと分かったら、母さんの怒りの矛先が向くかもしれないだろ？一致に嫌な思いをさせたくなかった。
だから、あえて言わなかったんだよ。結果的には、家に押しかけられて、被害を受けちゃったんだけどね。でも、夫の優しさだったなら、許してあげようと思う。夫と義兄の計画は失敗に終わったけど、トメは住む家もなく、頼れる家族もいなくなった。血のつながった息子である二人と違い、私は他人。トメがどうなろうと、知ったことではない。このまま、血の果てまで起きてしまえばいい。こうして、私の前から、トメは永遠に姿を消すことになった。夫は、一気に隠す必要あったのか？優しさだなんて甘いな。トメはただでオクションに住んで、ただ飯食わせてもらう気だったのか？トメ様、世の中甘くないってことだよな。こうして、トメは家をなくし、遠い親戚の家で細々と暮らし始めた。夫も話したことがないくらい、遠い親戚らしく、縁のない人たちだから、どうでもよかった。そもそも、トメが自己中心的で、他人を見下すような人間だと、夫は知らなかったの？親子なんだから、母親の性格くらい知っているでしょ。意を決して、夫を問い詰めてみると。母さんは、父さんがいなくなってから、変わってしまったんだよ。どうにか、改心して欲しかったんだけどな。でも、俺たちの手に負えないモンスターになった。うなだれている夫を見て、それ以上何も言えなくなった。やっぱり、親子だから、トメを見捨てたくない気持ちもあったんだと思う。だけど、完全に諦めてしまったようだった。風の噂では、トメは私たちのことを悪者扱いし、悲劇のヒロインみたいな顔をしているんだって。身近な人たちは、真実を知っている。遠い親戚からどう思われようと、関係ない。だから、トメの好きに言えばいいと、一切気にしていなかった。前の私だったら、イライラして、親戚の家に乗り込もうか悩んでいるところだけど、息子が生まれてから、小さいことではイライラしなくなった。息子のおかげで、穏やかな性格に変わった気がする。あれから1年が過ぎ、私たちは穏やかな生活を送っている。私のスマホからトメの連絡先は消え、今では連絡は一切取っていない。それに、トメの噂はめっきり聞かなくなった。だけど、たまにトメから夫へ、連絡があるらしい。夫は、トメのことを着信拒否にしているから、電話は繋がらないんだけど、パソコンのフリーアドレスを何個か持っていて、メールを送ってくる。多分、ネット通販にハマっていたから、メールアドレスを作ったんだと思う。ちなみに、メールの内容は、宝くじを買いたいから、少し遠慮してくれないかしら？多分、今回は当たると思うの。毎日して返すから。金銭的に援助してほしいという内容ばかりで、夫は全て無視。苦しい生活をしているのかな？なんて夫と話す程度で、もちろん援助なんてするはずがない。今では、笑い話にできるくらい、トメとの過去は吹っ切れた。トメとの一件があってから、私は義兄との親交が深まり、今ではお互いの家に行き来し、一緒に食事をすることもあるくらい仲がいい。近々、息子を連れて、一緒に遊園地に行く約束をしている。さすがに、40歳間近で独身貴族の義兄は、遊園地に一人では行けないから、私たち家族と一緒に行けることが、相当嬉しいみたい。遊園地なんていつぶりだろう。俺の夢を叶えてくれてありがとう。いい加減、結婚すればいいじゃないか。家族がいればいけるだろ。子供のように喜んでいる義兄に対して、夫は冷静にそう言ってた。これからは、家族で手を取り合い、仲良く幸せな家庭を築いていこうと思ってる。みんな最後まで聞いてくれてありがとう。トメは人生終わったな。おとなしくしていれば、オクションに住めてたのに。共通の敵がいたら仲良くなるパターンな。せっかく、息子たちが救いの手を差し伸べたのに、トメは、間違った方向に行ってしまったんだな。今回は、お金持ちの義兄に寄生する、トメのお話でした。結果的に、トメは家族を失ってしまい、今は遠く離れた地で、ひっそり暮らしているようです。もしもあなたに一致のようなトメがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、嫁姑問題が原因で離婚に至るケースも、珍しくありません。何か異変があった場合には、早めに対処することが大事ですね。